俺の名前はダーシマカート、小学3年生だ。俺は小さい頃から仮面ライダーが大好きだ。今ハマってるのは仮面ライダーリバイス。仮面ライダーは毎年キャラデコケーキが販売される。今年も我が家に仮面ライダーのクリスマスケーキがやってきた。あの箱を見ると早く開けて食べたくなっちゃう。だがしかしママはそれを許してくれない。カナト、そのケーキはクリスマスに食べるから食べちゃダメだよ。分かってるよママ。俺は何としても一口食べたい。ママの目を盗んで一口食べよう。この子きっと一口食べる気ね。そうはさせないわ。こちらに。おお、今年もクリスマスケーキ来た。リバイスかっこいい。今年はレックスバイスタンプのクリスマスバージョンがついてるのか。このおもちゃでも遊びたい。でもまずは一口ケーキの味を確かめないと。どっちから開けよう。こっちはシールがついてるな。こっちから開けたらバレる可能性がある。こっち側だったらいけそうだな。さあ今年のケーキといよいよご対面だぞ。さっき確かに誰かいたような気がしたんだけど。気のせいだったみたいね。さあ洗濯物しないと。ふう、危なかった。ママにバレたらケーキの味なんて確かめられないからな。さてさて、次こそは開けるぞ。大変、子供多いと洗濯多くて大変だわ。なんか気配がしたような、カナトかな。あ、まあ、どうしたの。なんかこの部屋に誰かいたような気がして。鉄棒の練習してるだけだよ。あ、そうだったの。それだったらいいよ。でもまさかケーキ食べようとしてないよね。当たり前じゃないか。ならいいんだけど。あ、うん。じゃあ鉄棒頑張ってね。うん。はあ、危なかった。ママ隙がないな。だけどもう大丈夫、食べちゃうぞ。チョコレートケーキだ。いただきます。あ、ママ。カナト？何してるの？え？ちょっといい？この子絶対食べたわ。現行犯よ。あれ？食べてない。ママ、どうしたの？なんでもない。おもちゃで遊ぶのもほどほどにね。うん。食をつかめなかった。よし、もう来ないだろ。さあ、今年の味を確かめますよ。いただきます。うまー。カナト、何してるの。あ、ママ、これは。いいよ、いい、そこそこ。あ、ちょっと待って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 。早く兄にやられちゃうよ。そんなこと言ったって無理だよ。俺だって大変なんだよ。
でやられたじゃん。ニーニーのせいだろ。何喧嘩してんの？シオンのせいでやられちゃったんだよ。ニーニーのせいだろ。喧嘩してるんだったらスイッチ没収ね。しょうがない子たちね。もうあの子たちは喧嘩するからしばらくスイッチ渡さない。はあ、もうなんか怒ったら疲れちゃった。眠くなってきたな。あ、ちょっとお昼寝しよう。おやすみなさい。まさか目開けるとは思わなかったね。これじゃスイッチ取り返せないよ。もう一回覗いてみよう。どうすればあのスイッチを取り返せるんだ。どうしよう。そうだ、いいかシオン、慎重にな。ニーニーも気をつけて。任せてけ。ちょ危ない危ない。ごめん、もっと慎重に行くよ。もう少し。あとちょっとだシオン。もう少し前、もう少し前。もう少し。あの子たちまだまだ爪が甘いわね。そんなことではスイッチは取り返せないわね。おやすみ。もうなんで目開いてるんだよ。もう一度やってみよう。お前たち、シータさん、行くなよ。ミッキー、ダメだ。ふぅ、起きてなかった。ニーニーたち、どうしたの？あのスイッチを取り返したいんだよ。あーちゃんに任せて。あーちゃん、お願いね。も一緒にお昼寝する？あーちゃんはお昼寝から起きたら一緒にお菓子食べない？お昼寝する。あーちゃんじゃあ寝よっか。おやすみ。あーちゃんはママに丸め込まれちゃった。みつきも寝よ。みつきもやるな、ママ。ここを一旦引いて、もう一度作戦を考え直そう。あの子たちの考えることなんて、目をつぶっていてもわかるわ。どっからでもいらっしゃい。そんなお母様大好き。私もよ、葵。よし、もう一度ゆっくり近づいてみよう。これは部屋中レーザーだらけだ。くそ、ママこんなことまで。さあどうするのかしら。お手並み拝見ね。もう少し。よいしょ。
さっきまで気配を感じていたんだけど。お母さんはどうしたの？なんでもないわ、葵。お昼寝しましょう。もう無理だよ。どうすればいいんだ。あ、ムムだ。あら、本当に寝ちゃったみたいだわ。おはよう、お母様。ママ、おやつにしよう。そうね、行きましょう。はい。はい、よく寝た。しお、ママたち下行っちゃったよ。チャンスだね、ニニ。行こう、行こう。俺はダーシマカード、小学3年生だ。俺は公園で遊ぶのが大好きな子供だ。今日も俺は大好きな公園で兄弟と遊んでいる。この時間がずっと続けばいい。俺はそう思ってる。だけど現実はそんなに甘くない。そろそろママが時間を気にし始めた。もう間もなくこの楽しい時間も終わってしまう。だがそんなことはさせない。ママに見つからないように公園で遊ぼう。ダーシマカードチャンネル始まるよ。そろそろいい時間ね。さて、タナと、あれ？確かにさっきまで遊んでいたのだけれど、ふう、危なかった。ここでママにバレたら帰ろうって言われるもんな。これでもう少し遊べるぞ。あら、あの子いるじゃない。タラちゃん、どんぐり拾いしろ。そうだね、じゃあみんなでどんぐり拾いしよっか。え、取っちゃうの？もし？ママたちはどんぐり拾いをしてるのか。よしよし、まだまだ遊べるぞ。いや、うえい！しおん！なに？俺も乗る？さあ、そろそろ帰ろうかしら。あの子たち呼びに行こう。めっちゃ木集めてきた。よし、やっぱ今持ちた。俺隠れるね。しおん、どうしたのママ。あれ、かなとは？え、知らないよ。さっき一緒に遊んでたでしょ。え、遊んでないよ。そう、わかったわ。もうそろそろ帰るからね。
心臓が止まるかと思った。ミリ、いいよ。ふう、危なかった。ま、これでもう少しこの公園で遊べるな。シオン、遊ぼうぜ。うん。おいで。おいで。2回も偶然いなくなるなんておかしいわ。まさかあの子。私の気配を瞬時に察知し、この私より高速で移動しているとでも言うの？あの子、やるわね。それなら私も本気を出さなくちゃ。やっぱ公園は楽しいな、シオン。そうだね。でも、まあそろそろ帰ろうって言ってたよ。いいんだよ、こうやって隠れ続けてればずっと遊べるぜ。うーん、どうかな。あー、公園最高。ん？やべ、ママ来た。あなたは？あなた逃げてるでしょ。やっべ。よしよしない。疲れた。タナト？逃げろ！よしよし。うわぁ！うわぁ！タナト！帰るよ。はい。もう草だらけにして。帰ろ。はい。俺はダーシマカナと小学3年生だ。俺はなんだかんだ言ってママが大好きだ。なぜ俺がこんなにテンションが高いかというと、よし今日もゲームやろう。今日もフォートナイト。そう、ゲームをするためさ。その前にトイレ。トイレ。あ、カナト。ママ。カナト、帰ってきたらまず宿題だからね。ゲームはダメだよ。わかったよ。その前にトイレ。あの子、本当にちゃんと勉強しているの？少し様子を見ようかしら。あ、スキーした。俺はふとママの気配を感じた。あの子、ちゃんと宿題やってるかしら。このまま宿題をしているとゲームをプレイする時間がなくなってしまう。ママにバレずにゲームをしよう。ダーシマカこちらに。まずは宿題を出しておこう。今日の宿題は国語。とりあえずページを開いて鉛筆消しゴムを置いとこう。よし、準備は完璧だ。さーて、このボタンを押す音、スイッチやってる？ゲームはフォートナイト。現行犯よ。
もちろんだよ、ママ。さっきゲームしてるみたいな音が聞こえたんだけど。何言ってんの、ママ。勘違いじゃない。確かにフォートナイトの銃声のような音が聞こえたのよ。ママ、きっとこれだよ。鉛筆削ってる音がフォートナイトの音に聞こえたんじゃない？ママ、フォートナイトやりすぎだよ。そうね、勉強頑張って。ふう、危なかった。ここに東京リベンジャーズ全巻揃えてなかったら困ってたよ。全巻揃えといてよかった。さてさて、じゃあゲームの続きしようかな。ふう、目が疲れてきた。やっぱりこんな小さい画面じゃダメだ。どうせだったらテレビにつないでやろう。おお、やっぱりゲームはこのサイズだよな。よし、フォートナイトのレベル上げるぞ。さすがあの子、しっかり隠したわね。でも私はそう甘くないわ。あなたがゲームやってることなんてお見通しなのよ。どれどれ。この音はスイッチのドックに本体を刺した音。私が見張ってるのを知ってて、テレビ画面でゲームをやってる。現行犯よ。あ、ママ。カナト、本当に宿題やってるの？さっきまたゲームの音が聞こえたけど。そんなわけないだろ、ママ。僕は勉強してるんだ。ママ、勉強の邪魔だよ。外に出て行ってくれないかな。そうね、ごめんなさい。頑張ってね。ふう、危なかった。よかった、ママの三日後のダイエットマシンがなかったらバレていた。よし、やっぱりテレビ画面は危険だな。元に戻そう。くぅ、やはり今回のミシック武器スパイダーマンは最高だぜ。またしても証拠をつかむことはできなかった。だけどあの子ゲームをやってることは確実ね。この音は今回のミシック武器スパイダーマン。まさかあの子スパイダーマンでフォートナイトの世界を飛び回っているとでも言うの？現行犯よ。カナト、本当にゲームやってないのよね。もう何度も言わせないでよ。だからやってないってば。確かにこの部屋からスパイダーマンのプシュって音が聞こえたのよ。まあまあ、この音じゃない？まったく、もうフォートナイトやりすぎだよ。そうね、ごめんなさい。さ、わかったら部屋から出てって。俺は勉強してるんだ。ごめんね、頑張ってね。ふう、危なかった。あん、スパイダーマンのミシック武器持っててよかった。さてさて、これでゲームやるぞ。続きをプレイしよう。
俺の名前はダーシマカート、小学3年生だ。この人は俺のママ、今日はなんだかそわそわしている。それもそのはず。あ、ママ。カナト。ママそれ何？そのシュークリーム。今日のおやつ？これはね、今日お客さんが来るからお客さん用に用意したの。だから食べちゃダメだよ。ママ、そんなこと言って自分で食べる気だったんでしょ。分かってるよ、ママ。分かったら、カナトは勉強。これは机に置いておくから食べちゃダメだよ。はい。危なかった。ママ、あのシュークリーム絶対一人で食べる気だ。私が家族に内緒で1年越しで手に入れたこの高級シュークリーム、絶対一人で食べたいわ。パパにだってあげたくないもの。なんとしても一人で食べよう。でもきっと外でカナトが見張っているはず。この高級シュークリームは私の胃袋に入りたがっている。まずはカナトを何とかしないと。さてどうしたものか。うん、あのシュークリーム絶対高級店のだ。あんな美味しそうなものを一人で食べようとするなんて。どれどれ。シュークリームを手に取った。そうさせないぞ。あ、カナト。ママ、今シュークリームを食べようとしてなかった？な、何言ってるの、カナト。ママはポップイットで遊んでただけだよ。なんだと？そうだよね、ママ。ママが食べるわけないよね。危なかった。でもあの子やっぱり疑ってたわね。バカ正直に食べなくてよかったわ。さて次はどうしようかしら。やっぱりママ手ごわいな。どうしたらあのシュークリームを食べることができるんだ。さあ今度こそ食べよう。いただきます。こんな時に誰よ。しょうがないな。まずい。おや、ママ下行ったぞ。今がチャンスだ。おー、シュークリームあるじゃないか。これがなんかわからないけど高級シュークリームか。うまそう。いただきます。もうお隣さん話が長いんだから。あら、ドアノブがさっきと違う。私はいつも念のため誰かが侵入してきた時のためにドアを少しだけ開けておくの。これはこの部屋に誰かが入った証拠。シュークリームが、あら、誰もいない。シュークリームは無事ね。はあ、あそこドアが開いている。今だ。ふう、危なかった。この未来の秘密道具、小さくなるボタンを持っといてよかった。しかし状況は何も変わっていない。ママはまた部屋の中に入ってしまった。俺がシュークリームを食べることはできないのか。まさかこんなに邪魔が入るとは思ってなかったわ。さっきもこの部屋絶対に誰かいたはず。そういえばこの秘密道具、物を消すこともできるんだよな。
どれどれ。やっぱりママは一人でシュークリーム食べようとしてる。これを使って。どうして、なんでシュークリームが急に消えたの。ヒヒヒヒ、これ面白。またシュークリームが出てきた。何なのこれ、どういうことなの、誰の仕業。ロボタンはなんだ。よいしょ。シュークリームが2つ？な、何だったんだ今の機能は。だけど、ママママか、かなと。シュークリーム、本当は一人で食べようとしてたんでしょう。そんなわけないじゃない。何言ってるの。まあまあ、ママ、そんなこと言わないで、2つあるんだし、一緒に食べちゃおう。お客さんなんてご飯だし。バレてたのね。バレバレだよ、ママ。じゃあ、なんでかわからないけど、シュークリーム2個あるから、一緒に食べよう。いいよ。いただきます。いただきます。あー、なんでシュークリームがないよ。なんでミスドとポケモンのコラボセット買ってきたよ。のんびりお散歩ポーチとポケモン目指したのスペシャルタグピカチュウ、そしてドーナツ。わあ、かわいい。食べるのがもったいないくらいかわいい。おい、見ろよ、シオン。ママ、俺たちに内緒でミスドとポケモンのコラボドーナツ食べようとしてんじゃねえか。あー、ずるい。俺たちも食べたいって言ったのに。おー、ねっけんや。俺たちのやることは一つ。ママの気をそらして、あのドーナツを食べる。作戦開始だ。わー。やはりあの子たち気づいていたのね。でもあなたたちの思い通りにはならないわ。このドーナツは私が守るもの。どこからでもかかってきなさい。お手並み拝見よ。まずはママを部屋から追い出さないとな。あ、いい手があるよ。お、じゃあ塩に任せてよ。すいません、田中エビです。はーい。よし、今だ。お、見ろよ、シオン。ピカチュウのドーナツだ。へぇ。あ、待って、シオン。え？よっ、見てる、このドーナツバリアで守られてる。さすがママ、抜かりないな。ふぅ、注文しといた商品が届いてよかった。ポケモンドーナツは無事ね。へえ、そういう感じ。二人ともよく隠れたじゃない。だけど、あなたたちどうやってこの部屋から抜け出すつもりなの。まあいいわ、今回は見逃してあげる。うー、危なかった。このドラえもんの透明マントがなければバレていた。ふう、助かった。いや、ママ強敵だね。とりあえず作戦を練り直そう。さて、あの子たち、今度はこのドーナツをどうやって狙ってくるかしら。
ドーナツのバリアを解除したみたいだな。あ、いいこと思いついたぜ。ニーニー、どんな作戦なの？まあ見てろって。あー、忙しい忙しい。主婦って本当に休みがないわ。うわ、ニーニーの作戦ってそれか。それで取れるのかよ。もう少し、もう少し、もう少し、もう少し。あら、確かに誰かいたみたいなんだけど。ピカチュウは無事ね。くそー、もう少しだったのに。まったくあの子たちったら本当に爪が甘い。そんなことじゃこのドーナツは食べれないわ。私の気をもっと引かないと。ったくどうしたらいいんだ。ママが油断してくれれば話は早いんだよな。油断？そうだ。何ニーニー？ママが好きなもので釣ればいいんだよ。そうか、そしたらママに油断が生まれる。その隙にドーナツをゲットだ。よし、その時までは行くぞ。あの子たち全然手を出してこないわね。まさかもうこのドーナツを諦めたのかしら。こんなことで諦めるような子たちじゃないと思うんだけど。さゆちゃん。この声はパパ。なにパパ。パパの声真似なんて余裕だぜ。行こうニーニー。ああ、いただき。これ、これ、これ。うわ、これ映像じゃないか。もうまあ。だからあの子たち爪が甘いって言うのよ。この勝負、ママの勝ち。ゲームしてるみたいな音が聞こえたんだけど。あ、ダメ、もう一回噛んだでしょ。はい、そうね、勉強頑張って。ごめん、もう一回もう一回もう一回。痛い。ママ、勉強の邪魔だよ。外に出てってもらえるかな。やだよ。言ってよ。ママ勉強、ママ勉強の邪魔だ。ダメ。ママ勉強の邪魔だよ。外に出て行ってくれないかな。アナとダメ、もう一回。ダメだ、ちょっと笑ってんな。よし、長いお前。え、いいの？いつもそれで出てってるんですよ。これ、これで書き一回。アナと。アナと。早くして。はい、いいよ。ここにカナダがいます。分かった、変な顔しないで。よし、起こしたよね。本当やめて。ね、もうちょっとシュークリーム上です。カナト下手くそ。やらないじゃん。だって今なんか目がなんか目が違うんだもん。目が分かったらカナトは勉強。これはテーブルの上に置いてみた。テーブルに置いてみた。どうした？ダメだ、後追い水っていう。ちょっと待って。どうした？どうしたんですか？カナタの顔面白い。え、俺面白いかもしれない。真顔してるだけだから。カナタの顔は面白いんだよ。分かったらカナタは勉強。
これはテーブルの上に置いておくからなんで笑うの噛んじゃうテーブルがテーブルが噛んじゃうのどうしたらいい分かったな、かなとは勉強だけでいいよじゃんまででいいよ、したらシーン変えるからあ、ほんとえねえ、こっちおかしいねえ、やろうとしたのにねえ、もうバスはいいよ無限のゴルトへ、おー、行くぞちょっとどいて、どいて、はい、はい、じゃあ、はい、せーのせーの分かったら、彼女は勉強無限のゴルトへ、さあ、行くぞ